三笠市は北海道中部に位置し、空地総合振興局に属するし、炭鉱で栄えていたが、相次ぐ閉山で人口が激減。過疎が進む町となり、2012年10月には人口が1万人を割り込んだ。名産品や名物としては、三笠メロン、三笠スイカ、三笠玉ねぎや、三笠アスカ梅の森の梅、炭鉱史跡群、アンモナイト化石等がある。 自然域で三笠ジオパークをなす。市街局番が支部としては珍しく、名よろしと同じく5桁である。地名の由来は、明治時代に存在した空地修時館の建物の裏山が奈良の三笠山に見えることから、空地地方南部に位置する西以外の三方を山に囲まれた地形。市東部には桂沢湖がある。エゾ三笠流やアンモナイトなど多くの化石を産出する。 山地、編集河川、編集主な川故障、編集主な湖水源地住宅団地、編集消滅集落、編集2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。北海道では初めて本格的構内、掘り鉱の開業、最初の鉄道全通、電話開通、上水道の設置が行われた地域である。また、 北海本歌発祥の地である。なお、北海道の住港としては、かや沼単港が早い。鉄道の開業は、全国で3番目だった。市長、編集市議会、編集三笠市議会定数、10財政状況、編集平成22年度決算による、財政状況基金の状況定員管理の、適正度健全化判断比率、資金不足比率、 編集平成23年度決算、確保値、健全化判断比率資金不足比率本部、警察署本部消防署主な郵便局海外、編集姉妹都市かつては炭鉱都市として栄え、最盛期には6万人を超える人口を抱えていた。しかし、北海道で最古の港内掘り炭鉱の一つである、北炭幌内炭鉱が1989年に閉山したことで、 経済が著しく衰退した。炭鉱の相次ぐ閉山により、人口が激減した結果、2012年10月には、ついに1万人の大台をあり込んだ。全国の市で人口が1万人を下回るのは、歌市内市に次いで2例目である。なお、以前2位だった福岡県山田市が、周辺の町と合併し、釜市となったため、三笠市が2位に繰り上がったが、2016年現在は、 歌しな内市、夕張市に次いで、全国で3番目に、人口の少ない市である。現在は、工業、農業が、基幹産業、三笠工業団地、三笠第二工業団地が置かれる。農林業、編集他物流、編集市内に、事業所はなく、大和運輸地と接種刊支店空地岡山センター、佐川急便岩見沢営業所、日本通運岩見沢支店が、 管轄市立市立市立三笠市立岡山小学校幼稚園級三笠市立本別小学校はかつて児童数が東洋一になったことがあるかつてホロ内線や森林鉄道が通っていたがホロ内線は1987年に森林鉄道も1955年までにすべて廃止された最寄り駅は岩見沢駅及び峰延駅また JTB 時刻表には 三笠バス停が中心駅として記載されている。路線バス、編集タクシー会社高速道路、編集国道、編集道道編集道の駅、編集三笠市立博物館外観三笠鉄道、記念館北端幌内丹高幌内建高ヤグラ級、住友本別炭鉱建高ヤグラ天然記念物、編集三笠市指定、編集温泉、編集博物館、資料館、 編集散策、編集行政観光、ありがとうございます。